ネイホーマー、ようこそマカオへお越しくださいました。今日もご覧いただき誠にありがとうございます。マカオガイドの椿です。今日はマカオで一番有名な日本人は誰かというのを紹介したいと思います。マカオ人の有名人ってどなたかご存知ですか？ジャッキーチェンは香港だし、そうですね、日本人はマカオの有名人のことあまり知らないと思います。では反対に、日本人はマカオで知られているのかどうか独自の調査を行いました。俳優さん、女優さん、それから作家さん、ミュージシャン、音楽家、アニメ、この4つの分野の有名人を紹介します。ぜひ最後までご覧くださいね。あなたのスマホとマカオをつなぐオンラインツアーを開催しています。実際に世界遺産の街並みを歩きながらご案内する生中継のツアーが特に人気です。一緒にマカオの街を歩きましょう。ブログや SNS ではマカオの最新情報を発信しています。こちらもぜひチェックしてみてくださいね。ではまず俳優さん、女優さんから、ダントツで一番多かったのが木村拓哉さんです。やっぱり長年恋人にしたい男性ランキングということで1位になり続けてきたイケメン俳優、映画やテレビドラマにもたくさん出られているということで、ダントツ一番多い回答でした。2番目が新垣結衣さんですね。逃げ恥なんかのドラマも香港マカオで放映していましたので、とても人気の女優さんですね。逃げ恥婚なんて言ってね、2人が結婚した時はマカオでもとてもニュースになりました。続いて作家部門1位は村上春樹さんですね。ノーベル文学賞間近と言われ続けている村上春樹さん、マカオでも人気です。そして2位が東野圭吾さんです。マカオの本屋さんや図書館に行くと東野圭吾さんの本がたくさん並んでいて、とっても人気のある作家さんです。続いて音楽関係ミュージシャン、こちらは坂本龍一さんですね。戦場のメリークリスマスなどは世界でも有名です。最後にアニメ関係、日本のアニメマカオでもとっても人気があります。鬼滅の刃も昨年からとっても流行ってね、マカオでも社会現象になってます。鬼滅の刃は内容が暴力的だということで、マカオの小学校では鬼滅グッズ、文房具やマスクなど一切禁止としている学校もあるくらいです。アニメ部門マカオで一番有名だったのは宮崎駿さんですね。ジブリで有名な宮崎駿さん、数々の名作を残しておられますよね。マカオでも図書館にもジブリの映画が並んでいて、うちの息子 A 君は幼稚園でポニョを見たそうです。さあ本日はマカオで一番有名な日本人6人紹介しました。木村拓哉さん、新垣結衣さん、村上春樹さん、東野圭吾さん、坂本龍一さんに宮崎駿さんでした。この他にもね、たくさんのお名前をいただいたんですけれども、複数出ていて人気がある有名な人というとこの6人でした。この動画が面白かった、役に立ったと思ったらいいねボタンとコメントで応援してくださいね。動画は毎週更新しています。ぜひチャンネル登録して新しい動画をチェックしてください。よかろうもん。ならね、バイバーイ。